日常に潜むエンタメニュース、ゆるためちゃん。この番組は、ケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは、9月のおすすめ曲、エルトン・ジョンブ・ブリトニー・スピアーズ、Hold Me Closer をご紹介していきたいと思います。今回はですねえ、あんまりぶっちゃけ聞けてないんですが、まあその中から、 まあ一応、プレイリストはまとめていたので、その中から今気になったものを改めて選んでみました。えー、このエルトン・ジョン・ブリトニー・スピアーズはもうこのね、二つの名前が並んでるだけでもすごいんですけど、なんか個人的には、ちょエルトン・ジョンの曲がどんなのかっていうのは、あんまり特徴がわからなかったり、あと、この曲、ブリトニー・スピアーズ感があんまり、 個人的にはしないんですけど、まあそれ、うまくマッチングしてるのかなっていうのと、あとはラジオでもね、結構流れてたので、耳にして、ラジオで耳にしたのが最初だったかなと思うんですけど、まあそれでプレイリストに入っておりました。で、まあ世界的にも結構、なんだろう、ニューリリースで結構ピックアップされてたんじゃないかなっていうので選んでおります。 そして、二つ目。えっ、ー、とね、何だったっけ。ルロイ・アンダーソン。ちょっとね、あと名前が、後ろが長すぎて、えぇ、ー、いろいろあるんですが、まあルロイ・アンダーソンモアっていうふうに、ちょっとノートの方には寄せしておりますが、バグラーズ・ホリデイかなっていうことで、先月の続きで、あの、運動会の曲、 ラッパ吹きの休日とかだったかな日本語のタイトルは。多分、英語だと全然違うんじゃないかなと思うんですけど。あ、でも、なんとかホリデーだから、ラッパ吹きかどうかはわかんないけど、まあ、そんな感じの名前になってます。で、なんか、前回もご紹介、日本語タイトルのものをご紹介していたんですけど、あ、この BPM でこんな感じの出だしだったなっていうのがあったので、<laughs> まさかの、 えー、2ヶ月連続で同じ曲多分アレンジ違いで入ってるのは初なんじゃないかなと思うんですけどまあクラシックならではというところで、えー、入れさせてもらってますこれはね見つけた時はすごいテンション上がったんだけど今ちょっと先月のやつと聴き比べると正直どっちか分かんないぐらい BPM も似てたのでまあこんな感じの BPM の曲を実際に運動会で昔聞いたことがあるなっていう感じで選びましたそして3曲目は。 アーティスト名バニラでタイトルが「バニラ求人」テーマソングということで、えー、よく街中でかかってる求人の曲なんですけどツイッターで Spotify でリリースしたっていう、ね、情報が多分公式の情報だったと思うんですけど、えー、流れてきてキャッチしたのが、えー、拾ったので、まあ、ネ,タネタ要素の曲なんですけれども。 んに住んでる方は聞いたことがあるんじゃないでしょうかということで3曲かなりさっくり気味だったんですけどご紹介してみました、えー、もうすでにね大体いい月初にあのこのピックアップはピックアップソングはご紹介できればなと思ってるんですけどもう16日半分ぐらい来ちゃってるので、えー、サクッとご紹介させていただきましたっていうかねあんまり聞き込めてないんですよねぶっちゃけででももその第一印象でもうすごい あの残ってるものをピックアップしているっていう感じです。そして今月のプレイリストに関しては、まあね、9月の頭の方は、えっと、まだちょっと K-POP 感が残ってましたね。キティ・イッチ・キー、エルトン・ジョンブリッド・ニ・スピアーズ・ザ・スーパーフルート、の TikTok のチグハグですね。あとは、 なんかポッドキャストを入れ始めたんですけどなんか多分宇だ田ヒカルが聞いてるポッドキャストを入れてたんじゃないかなと思うんですけどちょっと検証しないので覚えてないですそして Perfume のライブに行く前だったのかなで Perfume も結構聞き込んでいて、えー、森山直太朗のライブもコント行く予定なので少し聞いてたかなっていう感じなんですけどちょっとねあの テンンション上げたいんだけど結構落ち着いてる曲なのでそんなに聴けてなかったりとかあとはゴイイ「ゴールデンカムイ」をゴールデンカムイ展を見に行ったので、えー、ポッドキャストでねなんかアイヌを検索したら出てきたのとちょうどカカ「家業のカムイ」っていうのがあったのであこれはまたポッドキャストでね別で撮れたらいいなと思ってるんですけどまあそういうのも入ってます。そして 昔出てきてたやつと、あとは運動会の。<laughs> ルロイアンダーソンの曲がめちゃくちゃ。結構ね、ディグってます。エムフロー歌田ヒカル。アムロナミエトゥワイスバニラブルーノマーズ。リナサワヤマとね、多分この辺で、あの。ブルーノマーズとか、リナサワヤマの記事を書いてたんじゃないかなっていうところと。あと歌田ヒカルのサムヤニアマルセイユズ。 いつかのおすすめ曲で書いてると思うんですけどなんか動画になったということで私まだ実は全部まだ見てないんでちょっとまたこれも改めて書きたいなと思ってますで k o のアルバムがなんか出たらしいんですけど何だろうね全部アルバムが入ってるんじゃないかなっていう感じでプレイリストに入ってるんですが多分ほぼ1曲も聞いてないと思いますのでまた改めて聞き直したいと思います っていう感じでちょっとね今回はそんなに聴けてない多分 Perfume あたりを一番聴いたんじゃないかなと思うんですけど Perfume、まあ、は結構出てきてるので、えーまあ、エルトン・ジョン・ブリトニー・スピアーズの最新曲と、えー、思い出のクラシック曲と、えー、ネタ系の j p o p って言っていいのかな j p o p が入った9月のおすすめ曲となりました是非新しい曲聴いてみたいなっていう。 ものがあればぜひこのプレイリストなどを参考にしていただければと思います。で今回のトピックはいかがだったでしょうか、えー、今回はねあんまり聞き込めてないものが曲が多かったんですけど、えー、ぜひ皆さんの新しい音楽のなんだろう刺激一曲なんか聴いてみたいなって思うやつがあれば、えー、音楽の バラエティ語彙力的なものの一つにしてもらえればいいかなと思いますだいぶ偏ってるかもしれませんが、えー、ぜひチェックしてみてくださいというわけでこの番組は毎週末1回更新でアップルポッドキャスト、アマ Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しております説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます配信が遅れてイレギュラー更新となった場合はランダムでの配信となっております ツイッターで配信情報をお知らせしておりますが各アプリへの反映時間が異なるので聞ける状態になってからツイッターでお知らせしておりますお聞きのアプリで番組をフォローすると最速で通知が届きます本当に更新したよっていうだけだったらツイッターが一番早いと思うので、まあ、両方チェックしていただけると嬉しいですえ番組への参加や応援方法はツイッターのフォローや いいね、コメント、ハッシュタグ、シャープゆるためちゃんでの感想、YouTube のコメント、高評価、チャンネル登録、ポッドキャストアプリのフォロー、番組フォロー、レビュー、えー、シェアなど、ドネルでの寄付など、いろいろな方法で、えー、番組の応援やサポートを、同じですね意味 <laughs>、まあ、ご参加いただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリでした。